ひさんこんばんは、ね、日付変わったら教えて自己申告ね。みーちゃんやっほー、みーちゃんのしーこんばんは。夢を叶えたドラえもんだよね、パンダコパンダ。ダーダ、おお、どうぞどうぞ、やっほー、やっほー、ダーダこんばんは。夜ですね、ね、夜だよ、めっちゃ夜ですねって会話面白いね。え、めっちゃ久しぶりじゃん。ねえ、ふくふくこんばんは。ハピネスファンキーしよもこ先生聞いてた面白かった。変わったよって、こばんちゃんお誕生日おめでとう。キラ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 、ふう、ケーキ、ふうふう、誕生ケーキ何歳になりましたか。十何歳か教えて。十何歳になりましたかゲロ。今日レッスンだとでもね、顔ボロボロですね、本当に申し訳ない。顔も髪もボロボロだけど、まあいっかーっていうことで、まあいっかーっていうことです。あれ、ポソポソだったから撮っちゃった。そう、さっきまでにまこ先生のね、あの面白くてスペースが聞いてたんだけど、コバちゃんの誕生日だと思ってやめてきたよちょっと待って、アイライン引いたら誕生日の歌歌う。コバちゃんがリクエストしてくれたのは夢を叶えたドラえもん。あ、そう、今日ねこの指を外して見てたの、一日中。このそしたらめっちゃもっと赤く腫れちゃって、やっぱバイキング入るのかなっていうことで、あの途中からライブを手がつきました。やっぱライブの時につけてるとさ、みんな心配しちゃうしさ、怖くだったろ、怖く衣装の時って手袋いるじゃん、だからさ手袋はめれなくなっちゃうから、そうそう、髪ボサボサやん、ほんとまあいいか。コバちゃん歌います、誕生日の歌。今も二重音声で聞いてるまこ先生めっちゃおもろい。なんかさ、やっぱりいつもレッスンでさ、真剣なさイメージだから